十六です。はい、いつでも大丈夫です。はい、皆さんこんにちは。五月十六日木曜日、シンディのハッピートーク四国は二時を回りました。 先週に引き続き、平石七木さんをゲストにお迎えして、今日も30分楽しくお話を伺っていきたいと思います。白石さん、ありがとうございます。先週に引き続き。こちらこそです。ありがとうございます。歌も本当に素晴らしかったんですが、後半に話していただいた、まあ、ニューヨーク、えー、カーネギーホールのお話。 まあ実際に、ね、2000万かかるよっていうお話と、まあ、それがきっかけであの本当にたくさんの方とご縁を今つないでいらっしゃるというお話本当にすごいなーって思いましたねど何がきっかけでどういうふうに広がっていくかわからないですよね<ー>やっぱりそのチャンスをしっかりキャッと、えー、掴んだしきさんすごいなと思って <laughs> お話を伺っております きょ <laughs> そは引き続きというところなんですが、まあ、1週間経ちまして状況はどうでしょうかねもっともっとあの広がっているかなって思うんですがまたこういう目的とか目標とかございましたらうん、うん、ぜひお聞かせください、はいありがとうございます5月はですねこのいろいろな先週聞いてくださった方にはいろいろお話しさせていただいたんですけど2000万円集めるためのいろんな手段の,この準備 準備がととっっててて、も大事だなと思っていてでその私自身が一口千円からの応援っていうのは引き続き頂い,いてはいるんですけれどもそれと並行してどういう形でど何の目的でどういう形でどんな結果を出したいのかっていう,もうどっちかっていうと自分の中でのこの,あの整理ですね。どういういにに皆さんにお伝えしてい で、どういう形で皆さんにメリットがあるのか、っていうのを、もっともっと明確にするための準備期間っていうところで、5月は動きたいなっていうふうに思っております。ああ、すごいですね。あの低い4月に負けないぐらい。5月も忙しい1ヶ月で,ですね。<laughs> あ、そうですね。おかげさまではい。はい、ありがとうございます。ここでちょっとあの。えー し、シンディのハッピートークということでいつもあのお話ししているところを付け加えたいと思います。<laughs> この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。皆様最後までヒヤさんとのお話お楽しみください。お付き合いください。ということで、えー、まああの続きをぜひお聞きしながら進めていきたいと思うんですけれども、はい。 そうですね。あの、今、ええー、十人ぐらいで行かれる、二十人ぐらいで行かれるっていうお話をされていたんですが。皆さ様それぞれプロの方、まあ、ご一緒に二十人、あの、グループというか、チームを組んで行かれるんですが。はい、式さん以外には、皆さん、どんな方がいらっしゃるんでしょうか。うん、あ、はい、ありがとうございます。お一人は、あの、千葉県にいらっしゃる和太鼓奏者さん。この方も素晴らしい。本当に思いを持って活動されている方で。で、私が、この。 早い段階結構1年ぐらい経つのかなと思うんですけど出会っていて同じ志で,でそのこの芸能の方々にちゃんと食べていけるような土台を作りたいですねっていうのですごくこのががあっったたというか気があった方なんですだからジャンルが違うんですけど是非、はいね、一緒にやりましょうっていうお話をさせていただいております。その和太鼓奏者の さんですね、お一人いらっしゃって、はい、であとはい、いらっしゃってあとはですね琉球芸能琉球舞踊の先生ですね、はい、がいらっしゃるのとあと空手琉球舞踊と空手もなさる先生がいらっしゃいます。はい、でそれといまだちょっと発表はできないんですけど某、はい、大物詩三親奏者さん私の大先輩で、うん、あの沖縄では本当に知らない人はいない じゃないかなっていうぐらい私を本当に尊敬する素晴らしい先生がいらっしゃるのでその方が、うん、あの決まったら発表できるんですけどちょっと今、うん、いろいろ調整中みたいなところがありましてしましたはい。 来ていただきたいなぁなんて思ってますから、その時が発表して、ここ <laughs> あ,あぜひぜひそうですね、<laughs> 本当になんか何何らかの形で大々的に発表できるような形で考えてますので、<laughs> うん、そこはお楽しみにというところです、はい。はい。他には皆様今こうああとは、ね、そう実はですね、今本当にこの 権利を獲得できたっていうところでまずそこが1ヶ月間頑張んなきゃいけなかったところなんですよ。何人連れ一緒に行けるだろうかっていうのもその1ヶ月間のどれぐらいの資金が集められるかにかかってたんですがあの10名の枠を取りましたので,で今決まっている方もいらっしゃればこれからちょっと。 そこら辺もねちょっとドキドキですね今今進行中っていう感じなのでそう,です、ね、そうやっぱいろんな方がいらっしゃるいろんな考えのいろんな方がいらっしゃるので、うん、そうそれも私の中では人間ドラマで今ちょっと進行中すぎて喋れないみたいな感じで <laughs> した <laughs> <laughs> じゃあまたあの10月近づいたら是非もう一度 あの来ていただきたいなって思いますその時にはまあ全員をぜひ、ね <laughs> ね、お聞かせいただきたいと思いますありがとうございます<ー>、はい、こちらこそですはいそうですねえー、この後また一曲あのいただきたいと弾いていただきたいと思うんですがその前にですねあの平石さんあの、はい、沖縄ご出身ではないというふうに伺っているんですがはい、まあ、ご出身はどちらになるんでしょうかはい。 栃木県って海のない県の出身です。わあすごいですね。またあのどのようなご縁で石垣あごめんなさい沖縄まで来てくださったんでしょうか。移住されて <laughs> であの、はい、前回もえ十、ー、年ちょっと経ちます。 ってお聞きしたんですが、あ、そうなんです。移住してちょうど今年で十五年経つんですけど、うん、これがまたあのあれなんですよね。なんかポジティブな理由ではなかったんですよね。<laughs> あのあ全然大丈夫です。大丈夫です。しゃべ喋れます。喋れます。えっとですね、二十歳ぐらいの時にやっぱり夢を追って栃木県で生まれて、でそのやっぱり舞台がに立つこととか、人前で何か演奏したりとか表現することっていうのは幼い時から好き。 だったようで,でそこからやそのエンターテインメントの世界でこの今後も生きていきたいなっていうふうに考えたんですねちょうど二十歳ぐらいってこう自分の人生の進路を決める重要な時期だと思うんですけど幸いにしてその栃木県って東京が近いんですよ移動、まあ、23時間あれば移動できる形距離にあって。 ででその日本の最高峰のエンターテインメントをもう触れる環境にあったんですよええなんて素晴らしいんだろうって思っていて生の舞台素晴らしいなって思ったのとそれと両親がこのディズニーが好きっていうのもあってディズニーランドによく連れてってもらったんですね,ね<ー>ちっちゃい時にでそれで本当私の年齢今年で40になるんですけどそれと1年違い1年先に生まれたのがディズニーランドで。 い <laughs> そうなんですよ開園した本当にだからチケット制の今本当に考えられないと思うんですけど、うん、チケットで遊園地本当によくある遊園地みたいに、うん、このアトラクションにはこのチケットで乗れますっていう時代から知ってるんですよ。うん、でそ,その時にすごくあのワクワクした場所だったから、はい、そこが原点にあった でいや私もそういう世界に生きていきたいなっていう夢を持って大人になってからもその夢っていうのは持ち続けてたんですで実際にディズニーランドでも働いてたんですよお,おそうなんですね <laughs> そ,そ,そのご縁が今のビジネスチームとのご縁につながるっていう話、えー、<laughs> なんですよ <laughs> 無駄なことって何もないですねいや本当に面白いと思っていて、うん、なんですけどわか かったし、その経営のことも何にもわからない状態。勢いだけで、まあそこは今もあんまり変わってないんですけど、そうなんですけど、ちょっと大きな挫折をその時に経験するんですよ。はい、もうもうとっても本当に記憶。に 飛んでしまうぐらい辛い思いをして、はい、でそれでちょっと精神的なあの病気っていうんですかね一応病名ついてるんですけど乖離性同一性障害っていう、はい、いわゆる多重人格の症状が出るようになってしまって、はい、で自分の意思ではどうにもならないっていう状態になったんですね、はい、その当時。 でその時にその状態を私一人ではもう無理な状態自分での意識でもうコントロールできないような状態でになっていた時にその方が沖縄にあなたはもう行きなさいって言ったんですよ。じゃないともうそのままいると死にますって言われたんですよ。でそこから私はそこから沖縄のご縁が始まっていて。 で、もう移住を決めたんですよ。それが二十五歳の時ですね。はい。うんはい、ああ、すごい。ここから十五年経って、<laughs> もうこんなのめちゃくちゃ元気じゃないですか。とても元気で、ね、あの、また大きな、あの、ことを成し遂げようと今一生懸命。こう頑張っていらっしゃる姿がありますけれども。 そ,うなそれが沖縄に対しての私が強い思いがある理由なんです沖縄にあの私はい、い第二の人生を与えられてこうやって元気な体をもうあのここでつあの培わせていただいたからもう絶対に恩返しをするんだって決めてるんです。うん、すごいいなそのの決意を聞いたところでぜひあの 一曲歌っていただきましょはい, <laughs> は,い <laughs> はい。ええー、平石しきさんで曲はちゃんとめですね。はいちゃんとめです。はい、ありがとうございます。うそうすちょっと三声が見えないと思うので、<laughs> はい、ちょっと背景をはいとてもねあの本当にあの皆さんよく知っている曲で楽しい曲ですね。では平石しきさんでちゃんとめです。どうぞ。はい。

ありがとうございます私も一緒に手拍子しながら歌ってしまいました。<laughs> あいでは、この後コマーシャルしばらくどうぞ。ありがとうございます。では、CM です少々お待ちください。はい。<ー> <laughs> しゃべってしまいました。<laughs> はい。ありがとうございました。後半ですね、まあ、10分ぐらいありますので、<ー>えっと、どうし L.G. そこからどうつなげましょうね。うーすね。うんなさーんの話してもいいと思います。広がったご縁の中に共通の知り合いがいるんですよね、みたいな。あじゃあ私がそんなふりをしたらいいですかね。はい。ありました。で、そ聞きましたよって、ラジオ聞きましたよって。そうですね。第1回目にインタビューさせていただいた台湾のリーさん。 ええー、リー弁護士とのええー、し,しきさんは、えー、ご友人でもいらっしゃいますよねっていう感じ。じゃそろから始めていきます。おいでします。はい、はい、どうぞ、はい。心理のハッピートーク。 今日のゲストは、平石四季さん、先週に引き続きお迎えしております。平石さん、演奏ありがとうございました。あ,ありがとうございました。はい、盛り上がってくださってありがとうございました。<laughs> す、ね、私も、こう、手拍子しながら <laughs> 聞かせていただきました。ですね。はい、ありがとうございます。<laughs> え後半は、えー、第1回目に、心理のハッピートーク第1回目でインタビューさせていただいた、台湾のリーさん。 と平井さんはあのご友人ということで、あ、はい、そこのつながりから今日ご出演、まあ先週今週に続いてご出演ということなんですが、どういうあの形でご友人だったんでしょうか、ご友人なんでしょう、はい、いやびっくりしたんです。シンリーさんとそもそもリーさんつながってるんだっていう、うん、<laughs> ところがびっくりしました。そうです、ねう。リーさんがつなげてくださったんでしたっけ確か。確かそうですね。<あ>それであ<ー>まあすぐに私たちが沖縄にいるので。 じゃあ、沖縄であの繋がろうかなっていうことで、そうで,ね、そうでしたね。そうでした。それで番組が始まったっていうところだったんだ、はい。そう思い出しました。ありがとうございます。いいリンさんはどういう形で繋がったかっていうと、あの番組お聞きになった方はあの知ってるかも知ってると思うんですけど、あのリンさんって、LGBTQ に関しての,そのオープンにしている。唯一の台湾で、唯一の。 弁護士事務所ですよっていうことを言ってらっしゃって、うん、ご自身もトランスジェンダーなんですってはっきりおっしゃってるんですよね。うんはい、で李さんと私は同じタイプのあ私も実はトランスジェンダーで、はい、リーさんと同じタイプにあたるのかなって全く一緒ではないかもしれないんですけどそうであの生まれた体が女性でただ心が男性でっていうところで大きな意味でのトランスジェンダーのタイプがリーさんと一緒、うん、っていうところから まああのえー、とセクシャルマイノリティつながりであの話が合うかもしれないっていうのでつないでくださったっていうのがご縁だったと思うんですけど、えー、そうでいや、はい、リーさんすごいですよね。 そうなんですよ、はい、でそれで台湾と日本の法律がすごい似てるってことはおっしゃっていて、うん、なんだけどそのいろいろその、ね、詳しくは李さの,の放送ぜひ聞いていただきたいんですけどそのやっぱりセクシャルマイノリティって。 で一般の方がが何気なく教授しているるところがもう引っっっかかっちゃったりすすわけですよね、うん、例えば戸籍があの私はもも何も男性ホルモンを打ったりとかいわゆる治療,治療の仕方ってあるんですよ男性の体に手術をするとかあるんですけど、まあ、そういう意味では何も触ってない人間なので見た目には女性に見えてしまうわけですよねでそれで。だけど戸籍に書いてある女性っていうのがすごい死ぬほど嫌なんですよ。うん そうなんですよそこら辺は多分見た目では多分分からないところなんですけど、うん、やっぱりそういうところでセクサルマイノリティの皆さんんって苦しいんですよね例えばトイレだって自分が持ってる性別と、うん、例えば違うっていうところに入りたくないけど入んなきゃいけなかったりとかいや私はなるべく多目的のどっちも使っていいよっていう男女 あの関係のないトイレってあるんですよね多目的トイレもそうだしあとはあの両方のマークがコンビニとかにあるんですけど男性女性どっちでもいいよみたいなマークのところをなるべく選んで帰るようにしてるんですけどそうやって本当になんと公共の、ね、施設でもすごく使うのをためらってしまうみたいなところがあるんですよね。なんかそういうところをはっきりも問題で、あのー、リーさんは確かパートナーパートナーシップのことを話してたんですよね。はい 純粋に戸籍とあの骨籍と体とあの心が一致している方々にとっての法律まあこれが大前提社会の大前提なので前、まあ、あのマジョリティの方々ですよねなのでそこにだからパートナーがいるのにその方と結婚できない制度的に結婚できないっていうところに切り込んでたと思うんですけどそういったところを本当に弁護士さんとして戦ってくださっていることがもう本当に あのなんか尊敬なんですよ。うん、そう、うん、声上げるのすら難しかったりするので、うん、いや本当に素晴らしい方だなって思ってます。悠然であり本当に尊敬するあの方なんですよね。はい。えーうん、ぜひあの。 チャンスがあれば3人であー会いたいです <laughs>、ね、お話してみたいなと思いますね。うん、沖縄にも、まあ、全国的にも、まあ、世界中にもと言えばいいんですかね、LGBT ということであの沖縄でも盛んにこうあのお話に上ってくるかと思いますし、えー、最近のニュースでもなんか名古屋の方でね、お名前を一緒のお名前にするっていうのが認められたっていうお話を聞いたことがあるんですが。 どうでしょうかねあの15年ほど沖縄にも住んでいらっしゃって色色、うん、さんの感じること何かございますかこれはそのセクシャルマイノリティに関してですかそうですねせっかくその話題になってきたのであ,あ,ありがとうございます、はい、あのねあの名前を出していいと思うんですけど三栄さんのトイレって素晴らしくって、はい、あの誰でもトイレって確か書いてあって で、レインボーマークついてるんですよ。レインボーマークってわかる人にはわかるんですけど、こういったセクシャルマイノリティってすごく、なんていうの、このグラデーションのようにいろんな人がいるっていうのを、もう誰でも使っていいですよっていう、この心のバリアフリーを、なんていう取り除いて、バリアを取り除いてくださっている配慮があるんですよ。そういった施設は本当に増えたなって感じます。空港にもあったし、だいたい大きな施設だとあって。 で、で、その三栄さんが特に私を目立って素晴らしい対応されてるって感じたんですよね。ねそう。すごい。はい。うん。三栄の皆さん喜んでるし。<laughs> <laughs> 分かってくれたっていう <laughs>。<laughs> <laughs> あの、そう、本当に。だから、生きやすくはなってきてますよね。うん、そういう意味で。で、私、今まで本当に自分と同じようなタイプの人って、全然繋がらなかったんですけど。はい、最近になって、そのリーさんを筆頭にして。うん、あの、仲間が徐々に。 増増ええてててききまました増えてきてますだから同じ悩みを共有できる仲間がいるっていうのとあとあの何より嬉しいのがこのビジネスつながりの方々が増えてきてだから私たちって公共の,、はい、あのお風呂入れなないんですよ <laughs> そうなんでですすよそう自分が女性じゃないって思ってるから体を人に体を晒すのも絶対嫌だしあのマッサージで人に触られるのも嫌なんですよ。 なんだけど本当に悩みを分かってくださる方々がそういったサービスを提供してくださるようになってきていてで例えば、その施実さんも同じ私と同じ FTM の方に出会えたりとか。 そう,いう悩みも分かってくださるからもうぜひお願いしますって感じだしあとあのテントサウナの事業をなさってる方に出会いまして、はい、でこの方にか言ってみたわけですよ。うん、なんか私たたちみたいなトランンスジェンダーってああいうとこ行きたくててもいいけないんですよねっていうのを相談して、うん、じ,ゃじゃあどうしたら私たちがあの利用しやすいかっていうのを一緒に考えてくださる環境ができてきてること自体がすごいなって,い、はい、って思いました。 えー、やっぱりあのそうです、ね、声を上げるっていうことが、あの、平石さんが声を上げてくれたというところがきっときっかけで少しずつ広がっているのかなってお聞きして思うんですけれども。あ,ありがたいですよね、えー。だって知らないですもんね。あ、そうか。うん、こういうあのところも必要なんだな。こういうあの形で。 表現していけばいいんだなっていうのはやっぱり声を上げるまあ勇気が勇気っていうところなんだろうと思うんですけれどもねそうですね、えー、そういうところではやっぱり素晴らしいなというふうにお聞きして。あの 1>, えー、1回目のシー,スリーさんそして今回の平石さん四季さんも素晴らしいなと思っておお聞きしております <laughs> あ,ありがとうございますでもやっぱりね言えなくってさらに苦しい思いをされてる方ってたくさんいらっしゃるはずだからその方々の力になりたくてどういう形で声が上がらない人たちとつながれるんだろうなっては思ってますね。うん そうですね、すねうん、ぜひあの、ラジオをお聞きした皆さん、あの私あてでも、えー、FM 技能宛てでも結構ですし、もちろん、あの平井し四季さんというお名前宛てでも結構ですので、うん、何かこうお便り、あるいはコメントいただけたら、とても嬉しいですよね。と<う>、変えられま、うん、環境を変えられる。うん、そ,うそうそうそう。だから本、ね、本当に、まずはそうやって声を出していただくところから。はいうん そ,う本当にそこが一番大変なんですけどよくわかるんですけど、うん、でも、こんだけあの未来は開けるし希望は持てるからそこは本当にあの相談っても何でもいいから、うん、つながってほしいなっててしいい思ますね、うんはい、それも含めて、うんまあ、祭りというお名前でいろんな方のプロデュースをさしてい,いってらっしゃるということもいいんでしょうかね。そういうい あもううこれは私個人としての思いですね <laughs> <laughs> そう祭りもでもそ,そういうふうにやっていきたいですねサービス提供としても考えていきますし、うん、全部つなげていいいきたいと思います、はい、ではあの最後になるかなあと1分ぐらいかとは思うんですけれどもどうでしょうこれからの,あの未来について皆様にぜひあの元気の勇気の出る何かお話言葉をいただければ嬉しいです。 あ,ありがとうございます、はい、もうとにかく本当に一人で悩まないでくださいって言いたいですね、うん、誰かが必ず見て,く見ていてくださるから、本当に何て言うんだろう、辛い思いをしている方って絶対いらっしゃると思うんですけど、どんな形でもいいから、まず SOS、助けてって言ってみてほしい,、うんい、言えない方はぜひ私に連絡ください。 皆さんです一緒に寄り添いたいと思ってます、うん。はい、本当にそうですね、いろんなこう思い、まあ、当事者でなければわからないこと、あるいはもうご家族、あの周りにいる友人、いろんな方がいらっしゃいますので、一人で悩まずにですかね。 叫んでとか、うもう叫んでいただきたい。いうん、<laughs> そうですね。はい、本当にあの二週にわたって、いろんなお話を聞かせていただき。て、ありがとうございます。こちらこそです。一週目はカネギホール出演の、まあ、そこに至るまでのお話。で、あの、沖縄に移住したのを後半に少し伺いまして。で、えー、今日、二週、二回目は、二週目は、あの。 カネギホールの続きのお話とあとは LGP でご自分が当事者であるっていうお話をしていただきたいしていただきました本当にありがとうございますこちらこそです、はい、ぜひあのえカネギホール大成功、うん、もう大成功だと思う間違いないと思いますしまたそこから広がるいろんな人の輪 <laughs> <laughs> ぜひまたあの次回、えー、近づきましたら大一回ゲストにおごびしたいと思いますのであ,ありがとうございます。 聞かせてくださいねよろしくお願いいたしますお願いしますはいでは頑張るぞというところで <laughs> 最後ね2、うん、二人で頑張るぞと叫びながら <laughs> <laughs> あの2週に続きましたインタビュー終わらせていただきたいと思いますまたぜひお会いしましょう はい、ええー、さて、あの、早いもので、ええー、時間となってまいりました。今日もあっという間の三十分でしたが、本当に、あの、歌あり、まあ、ちょっと笑いがあったり。いろんなこう、ジーンとくるお話もあったりで、楽しませていただきました。えー、今日のゲスト、平石式さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。では、あの、番組に参加してくれた皆さん、ありがとうございました。お相手はシンディでした。それでは、また来週。 同じ時間にお会いしましょう。さよなら。たしきさん、ありがとうございます。ありがとうございました。